こんばんは、ようこそいらっしゃいました。ネイキと言います。よろしくお願いします。今日は熊本からコビー姉さんをお迎えして。岡山3回目ですかね。3回目。はい、いらっしゃいます。去年の4月、9月で、はい、今回ですね。昨日あの僕が時々行って豊岩町の温泉というお店があるんですけど、たまに行くんですけど、たまにそこで歌ってて、歌うから来てってある人からメールがメッセージが来たら、ちょうど外で帽子かぶってこう電話してたんです。なんかその時なんか雰囲気が9月までと変わってて、ちょっとドキッとしたんです、ね、ちょっと失敗したかなと思って失敗したドキッとしてしまったので、歌います。
昔その辺に住んでたんですよ。それで15年ぐらい前で、たまたまサブリーナタウンでテーマ曲を募集してて、久しぶりですねで、採用されると3万円もらえるというので応募したんですけど、残念ながら採用されませんでした。その曲をサブリーナタウンに行こうと。知らないですけど、美味しい漬物屋さんがあるんですよ。そこで、なんだ、ぬか漬け、きゅうりとかなすのぬか漬けを買って帰るのがいつも日曜日の日課だったんですけど、そんなことはどうでもいいですね。この後、僕
曲ぐらい歌って、芝黒熊白芝白熊とか芝黒黒芝黒芝2年初めてだったんですよね。黒芝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 次は星空という曲なんですけど、これはね、これ もう作ったのは20年ぐらい前かな。イメージとしてはあの美声町に天文台があるじゃないですか。あそこで、そうカップが座って星を見てる、その時はそういうイメージで作っています。星空と君の横顔を見つめ、君の吐いた息が白い綿雨になる。世界中の人たちの
結構バンドで歌ってることが多いから、こうやって一人で、しかも自分のオリジナル曲って歌うのさ、3年ぶりぐらいになって素敵いやいやいや今、トンテキで食えたんで、トンテキタラビタじゃないですか素敵だ、すみません。素敵だ、今歌った星空とかよりも僕の曲の中で一番ギターが難しいんですけど、一週間ぐらい思い出すのに弾いてなかった。ディミニッシュみたいな感じでしょ。あそこ分かんなかったですよ。もうこれ、これ自分の、で歌詞は書いてあるんですけど、コードは全く書いてないので、すごい。そうこれも多分結婚した頃なんで、結婚してすごい幸せな時期だったんですけど、別れの予感というか耐えてしまってて、本当にこうなんとなくギターをこうやって弾いてたんですよ、家でね。するとあのサビがドドドドドドッとなんか折れてきた感じで、歌詞と一緒にこう出てきて、ですると A メロが歌詞と一緒にまだ出てきて、で一番がふーっとできて、多分ね全部できるまで10分かかってないです。それもうそれが最初で最後でしたけど。貴重な別れの予感という新婚なのに別れの予感を歌います。女を演じ続けていた。